A 大文字え、これ何 A じゃなくない A A sこれは星の曲です。星タンタラララランタラタンタンタララ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 ラ天体シミュレーターで。これは海洋星かな、海洋星。うん、ただの画像じゃないのがこだわりでしょう。10月3日、4月2日、西暦36,620年。その頃はこんな風になってるでしょう。二人で頑張れば。みたいなことが僕の曲の中でしょっちゅう起こってる。二人で頑張れば、みんなで頑張れば。宇宙感のある曲でしたね。宇宙、宇宙は素晴らしいですよ。ああ、キーボードに。ぐちゃぐちゃになった。キーボードに酒こぼしました。
タラララダン。音鳴らへん。ウッディ・オットベッカーになりたいな、うん、ジェップするたびに何か何かが破壊される。免許証くれよ。ウッディウッドペッカー面白い。うっ、おいよ。しゃっくりが止まらんやん、さっきから。しゃっくり。誰かな、うっ、来てくれる人は。うっ、いない。まあ子供でもって述べてる大人が、あ、
めっちゃ寒い。はい、まあ子供でした。さっきの薬のせいでしゃっくりが出てるのかもしれません。僕も何回もメジャーデビューを目指して、売り込みとかもやってるんですよ、たまに。でもなんかメジャーデビューって言葉があんまりにも僕には似合わないというか、メジャーデビューと見せかけて全然違う活動をしてやりたいよ。でもそういうのは相手には分かるんだよね、こいつはやばいやつだって。したら採用不採用や。なんかたたたか外国の音源を販売するサイトに登録して俺の曲あげたら、あなたの曲は審査で落ちました、使えませんってなった。どの辺がっていうのもちゃんと書いてあって、音色の問題と、あとオーケストラの問題とか、そういうこと書いてた。宇宙に生まれた人です。僕だって、あなただって、宇宙の地球に生まれた人なんでしょう。僕は神から生まれたと思ってるからね。というか生まれたんじゃなくて、そもそもこの姿を神に乗っ取られたんですよ。さっきの薬眠くなるかもしれない。
これは孤独な宇宙人の歌です。一人ぼっちの宇宙人。
Thank you.